Soccer Japan Marika Yoshihata。 萌花選手のファンドレイジング、リンゴルフの視聴者の方々で萌花選手を応援したいなと思っている方はぜひぜひぜひご賛同いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃん。そこからか。こんにちは、妹真央です。はい、はい、ってことで、熱海ゴルフクラブ、はい、はい、後半北コースですね。北コースパー5からです。で今回の企画は、はい、真央ちゃんがイメージ DVD を出しまして、はい、まあそれにちょっと便乗しようと思って、はい、パー取った数分、はい、視聴者さんプレゼントってことで、はい、はい、やってますんで、前半5本、5枚 でしたね。はい、5本ですね。はい、で応募は概要欄からできるんで、はい、ぜひぜひ応募お願いします。皆様に見ていただきたく思っているので、後半9本獲得できるように頑張りたいと思います。はい、わかりました。今電卓叩いちゃった、頭の中で。やべえやべえっつって、ね、たらたら、そう、僕をいじめる企画ですよね、これ。もう5本以上は。はい、ってことで、まあ、準備できたらまたお願いします。はい、はい、お腹いっぱいですか。お腹いっぱいです、うん、美味しかったロールキャベツ。そう、なんかご飯がね、美味しいって聞いてて、これは何ですか。季節限定のロールキャベツです。すごくすごくうまそう、ロールキャベツのサラダ。温まりそうですね。はい、スープもついてて。大きかったよね。はい、一つ一つめっちゃ豪華。よし、それでは行きたいと思います。あ、やばい、出てきた、出てきた、戻った。やばいぞ、これはやばい。まあまあ、でもいますよ、ボールは。275、3番ウッドで、うん、残りがどのぐらいだろう、100ぐらい、うん、でもよしよしよし。110ヤード9番。全然距離が少ない、アプローチ勝負です。はい、サンドウェッジで、はい、ぐらいで打ちます。強いだ、登ってる。うわー、惜しい。入ったかと思った。ということで、出だしはボギー。無駄に発音がよろしい。まーちゃん、はい、ちょっと思いついちゃったんですよ。はい、女性ゴルファーのラウンドバッグの中身チェックです。今日ちょっとアイドル山本真央の
興味あるかな。バッグの中身です。いや、これ興味あるんじゃないですか。これ興味あると思いますよ。じゃあちょっとどんどんこう紹介しながら、はい、今日本当にこれだけしか持ってきてなくってうんうん、はい、ああなるほどね。荷物全部入ってるんだ。全部入ってます。なるほど。この中全部入ってます。はい、じゃあ一つ一つお願いします、はい、一つ、まずポケットから。ポケット、ポケットからハートが出てきましたまずなんかこういうのが入ってます。これはなんかいつから入ってるんだろう。これわかんないです。多分そのまま入れてるやつです。はい、日焼け止め。日焼け止め。ダイエットプロテインそれ飲んでるんですか。いつも。そうですね、酵素プロテイン、酵素プロテインって言ってこういうやつと携帯、携帯会員充電器。はい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 、ちょっとコードが長いんですけど、はい、メイクポーチ。メイクポーチ、はい、とあの、あ、距離の、そう、距離のやつ。時計と財布と、財布、鏡。さすが、さすが女子ですね。あ、これは、ね、あの肩の靴。あ、なるほど、カバーね。はい、カバーとヘアオイル。ヘアオイル、これはもう常に持ち歩いてるやつです。このセット常に持ち歩いてる、うん、それ何、そのピンクの。これはリップケースです。リップケース、リップ、なんかめっちゃリップ入ってる。え、そんな使うの。これこんな使わないこれ何、気分。気分、香水っていうか、まあフレグランス、皮脂、うん、リップ、ハンドクリーム、もろもろ、化粧水。はいはい、やっぱ日焼けしたら顔乾燥するからですね。消し、あとヘアゴム入ってます、うんうん、これだけ、これだけです、以上このピンクは、ね、もうゴルフ用って感じなの。ゴルフ用、とりあえず入ってる。プライベートでもパワーパって。なるほどね、なるほどね。そう、ガサツなところが取れちゃうんですけど。なるほど。で、そのちょっと香水、匂い、香水、蜂蜜、ハニーロア。それ、あれですか、いつもつけてるんですか。フレグランス、そうです、オードパルファ。そんなにちょっとあれやってよ、こうやってあの商品紹介みたいな。こちらですね。はい、はい、オードパルファン。どんなに、これ男の人好きかどうか。あ、そっか、はい、一応僕男性だからね、はい、どうですか、臭い。あ、そんな癖。そうだ ね、 これないですね。さっぱり、爽やか。そう、爽やか。あ、これいい匂い。爽やかな感じ、甘くないから。そうなんですよ、まあ、なんか香水でよくよ、香水酔いとかよくしちゃうから、うん、そんな普段つけないんですけど、たまに気分でつけてます。ハンドクリーム、ハンドクリームです。これはお兄ちゃんからタンプレでもらって、うん、お兄ちゃんにタンプレ返してないんですけど、未だに言われてます、俺のタンプレはってお兄ちゃんに毎年もらなんかくれてるんですけど。いや、じゃあの DVD 送ればいいんじゃないかな。確かに嫌だ、兄に見られるのに嫌だそんな大したもの入ってない。まあ、男性、僕男性で、やっぱ視聴者さんも結構男性多くて、はい、なかなかこう見してよなんて言わないから、あ、こうなってるんだって。そう、なんかドラえもんの4次元ポケットみたいな、何でもあるよね。面白い、これみんなのやっていこう中身嫌われるか、そのしそれでは下2番パー4、256ヤードいいよ、転がりよ、これ。ナイスです。78ヤード、まずいな、うん、はい、3度で思いっきり打つか。なるほど。うん、弱いかな。そうだね、高さしっかり打ってるから止まっちゃうしね、はい、でも全然悪くはない。土持っていくの忘れる。うん、結構登って長い。とりあえず寄せる。はい、寄せるが第一。
いか。やだ。やだ。どうしよう。ということで、またしてもボギーこれなんかこれディディスティだからこそあれですね。あ、絶対パー、ね、そうパー取んないとみたいな感じがあるわ。ということでボギー第1話目がパーパーパー。そうですね、パーパーパー。予想してくださいってあの多分コメント打たれてる方いるかと思うんですけど、どうでしょうか。当たってますか。どうですか。ということでパー3、北3番パー3、それでは80ヤードぐらいですかね。はい、行きたいと思います。アプローチないかな。ちょっと行きます。どっちだろう。ちょいわでした。助けて助けてこれこのこの加工バーディーイメージ。全然ダメやん。ボギー。難しいな。